皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。ついに来ましたね、バファメットの CB 販売、フルキャラボーナス追加。1年ちょいか待ちましたよね。というわけで、まあその前にこちら見ていきましょうか。リベルテンペストは一部のキャラに対してスキルを発動した際、最初のキャラが特定の状況下において不自然なキャラとなる問題。メギドを発動した後にマソゲージが発動した後、剣士にスキルを発動してもマソゲージが増加しない問題。ガオダークが倒された際、猫が召喚範囲外にこれが落ちる問題。スキル発動時に HP が出なくなった際、スキルダメージが発生しない問題。そんなのがあったんだ。はい。というわけで見ていきましょうか。バファメットフルキャラボーナス追加。これですね。CP で販売されますと、1ヶ月間卵ショップにも販売されますと、絶対買いましょう。CP なんで。はい。で、トロフィー追加バランス調整の、おこれ来たね。ここだね、今回バランス調整。これ見ようね。今回そのための動画だから。じゃあ行きましょうか。他は大丈夫だね。はい。バファメット、トロフィー追加。これ、ストックにされるんだ。D1、G1 まで。はい。では、バランス調整の方やっていきます。今回はバランス調整動画となります。今回ちょっと少なそうだな。バファメット分かりにくいかずし、レベル10の効果を変更しました。火ダメージついちゃった、スキル中に。マジ？アビさんは追加されたのかな？ちょっとわかんないな。これだけか！これだけかい！まさかのすぎる。他ないのか？他ないのか？じゃあ、今回はバファメットの動画ですね。はい。それではね、D1 を取りに行きましょうか。はい。というわけで皆さん、取ってきました。バファメットの D1。こんな感じです。ピクドラなんだ。へー。なんか、すごいね。ちょっとなんかすごいね。なんか、ギャップがすごいね。まあ、やっていきましょうか。今回、アビさんは追加されてないけど、スキル11のね、効果がね、減少する効果が増す。まあ、やっていきましょう。はい、それではやっていきましょうか。バファメット。でですね、ちょっとまあ、リアルタイムの、ねえ、マジ、タイムリーな話なんですけど、ユカリンがコロナになりました。ユカリンがコロナになりまして、まあ当たり前だけど、やばいですよね、コロナ。これでいこうかな。金鉢バファメット。いや、本当はね、TGS とか行きたかったし、焼肉とかね、行きたかったんだけど、ちょっとね、ちょっと残念だね。怖いね。俺コロナかかっちゃうとまずいね。ゆかりにはね、お大事にしてもらって。コロナね、こうかかってるかもしれないけどね。うわ、この時点でね。かからないように、少しでもケアできたらいいかなと思います。取るのそれ。あ、強い。どういこうかな。惜しい惜しいな、ちょっとないよな。どっちからいこうかな。カンガルーだな。これ一回弾いて、コガルーで取り手削りましょうか。ここ圧かけないと始まらない。パワードはね、ウィッチに絡られちゃうし、ビトガンもね、抑圧されるのもったいないんで、少しでも被害を抑えたい。マジか、これ危ないな。さて、一体来たね。ここはバルーンで行きたいけど、これね、何がやばいってね、ラビットもいるし、ウィッチもいるしで、バルーンがね、死んでるんだよね。なんか入ったか？おい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 、そんなのまでいいのかよ。それはやばいだろうよ。エルフまで。おい、なんで？結構前に置いてるキャラ。まあでもこれはね、バトルバルーンの爆発もあって、あ、でもやられるんだよね、バトルバルーン自体は。
あ、強っ。なんかメタメタにしてる。倒した。勝ちは勝ちだけどさ、まあ、D1 を取ったから何が変わったかどうか分かんないね。ステが上がった、D0 の恩恵が変わってるらしいけど、まあ、今正面から殴り合ってないんでどうなんだろう。ありがとうございました。はい、それでは続きます。バフメットのです。バフメットじゃない、大型ランキングをですね、実は作ったんですよ。作ったんですけど、作った直後にバフメットのこのバランス調整が来ちゃったんですよね。バフメットがあっていうか、そもそもバランス調整が来た時にどうしようって、これ大型ランキング作り直しじゃないって思ったんだけど、バフメットしか来なかったんですよ。で、現状ちょっとまだこれ一戦しかやってないから分かんないんだけど、バフメットが変化する前として、まあ、動画出そうかなと思ってます。バフメットの変化で環境がね、劇的にガッて変わるなら話は別なんだけど、そんなガッて変わってる感じではない気がするんですよね。いや、強いとは思うけどね。ただ大型ランキングはちょっと何ランクかっていうのはね、その動画を見てもらえばいいかなと思うんでね、まだね伏せとくんですけど。さて、ガチガチ噛むわ、ガチガチ噛むわ。オッケー、いいよいいよ、いいやつ、いいやつ。アシュラお前頑張れ。そこ無双だなきゃ終わりだな。コマトルバーに行きたいね。裏系行って、アシュラ強いな。なるほどね。強バレン行こうか。これで裏剣終わり、裏剣終わりだけど十分ね頑張ってる。バトルバルーン死んだ。で、魔導いるからそこ止まっちゃうじゃん。ここからやるべきことはあの魔導騎兵を、どうしようかな。これまあバホでいいわな。ひらめきはどんな感じ。あああああ、怒ってはいけないことが起こってしまっている。トーマン、トーマン前前、ちょっと嫌な予感したんよ。これ即死入ったら嫌だなって思ったら入ったよね。まあちょっと干渉は無理かな。はい、というわけで点差勝利ありがとうございました。はい、それでは3戦目いきましょうか。いや、バフメットの D0 の変化わからないね。もともとどんなもんだっけ。もともとあれだよね、あれスキル中にひらめげんってもともとあったんだっけ。そっからなんだよな、あった気がすんな。はい、行きましょうか。金バッチ、プリンセス、パンダ削ろうか。取れるよ、取れてね、取れないか。これつぶして破壊してほしい。 OK、 でかい。いや、ブルード2がだるいな。朝倉一回一体
これツーブレードどうしようかな。バルーン切って体たくないよね。うん、どうしよう。バフォ行くか。バレてない。でかっ。でもやっぱ痛えな。よいしょ。はい。なるほどね。あ、まだバリの子は。ひらめけどなの。あ、十分じゃないか。あ、十分強そうに見えるけど。アシュラ無双なんか勝てないんだけどな。あ、やべえの来ちゃった。チャレンジします。 OK、 チャレンジ成功。アシュラチャレンジ。アシュラチャレンジ成功してる。あとはいけるかどうか。いや、惜しい。残念。というわけでドローですね。ありがとうございました。相手はあんまりなかったね。最後丁寧だったね。はい、それではやっていきます。ラスト、バホメットの火ダメゲンはよくわかんない。行こうか。アーチャー来たらやばいね。よいしょ。これ取れるんじゃないか。取ったな。ワイヤーも行こう。爆発いてえけどなんとか処理。まあとりあえず十分悪くはない。飛ばねえ。マジかよ。なるほど、そうなるとかなりやばいな。ここだね。お、なんで？あ、ブラトロか。頑張れ頑張れ、頼む。おはめさん、わあ優秀、マジで偉すぎる。なんだこいつ。おお優秀優秀、スーパー優秀くんだ。うわあ強、こいつ強いね、間違いなく。というわけで完全勝利。いや強、これでも強化と関係ない、多分。いや関係あったのかな、関係あったかどうか不明だけど、バフェットは強かったわ。すべて剥がしてくれた。優秀すぎる。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。バフェット D1、 そして強化されましたね、 D0 が。はい、やっていきました。いかがでしたでしょうか。まあなんか別にやってることは変わんないかなって感じはしますね。で、使用前っていうか、その強化前と比べてどうなんだろう。まあ、とりあえず DR によってね、あの基礎ステータスが 6% 追加されてます。増加してますんで普通に強くなってるんですけど、 D0 だけじゃないですか変わったのが。
で、皆さんこれ CP 販売されたってことは、まあ、まだちょっと D0 自体は出てないのかな。D1 までしか出てないのかな、トロフィーは。だからまあガチャでね、D0 まで手に入った方、何度もやって。バファメット期間長かったからね、持ってる方の方が多いと思うんだけど、そう。手に入ってる方は、まあお得だよね、みたいな。CP 販売もするけど、ガチャ引いた方が、また強化するかもよ、みたいな感じのニュアンスで今回やってきたんじゃないかなっていう気がしますね。まあ実際どうなのか分かんないですけど。てか、アビリティ来なかったね。来ても良くないとは思うんだけど、なんか出し渋ってるね。よく分かんない。一気に強化しすぎちゃって、なんかオーバーパワーになるの怖がってんのかな。まあ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 、まあ、というわけでね、今回バランス調整はバファメットだけでした。はい、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。